ぞ。大丈夫か？どれ、少し遊んでやろうか。来るがよい、マカロフの子らよ。燃えてきたぞ、カーネス！こっちは全力出してんだぞ。待て、跡形もなく消滅しよったか。たわいもない。相変わらずややこしいな。てか、なんで服だけ落ちてんだ。緊急事態でしたので、ご本人のみをお守りしました。妖精に尻尾はあるのかないのかの謎、故に永遠の冒険。恨むならマカロフを恨め。やべ、ラクサス。こやつ、マカロフの血族か。情けねえな、揃いも揃ってボロ雑巾みてえな格好しやがって。だな。くだらんな、弱者の言い訳に聞こえるぞ。準備運動はもう良いだろう。かかってこい。これはアマテラス式の綺麗若さとは抜かんだ。おやおや、どうしたね。大口を叩いた割には膝をつくのが早すぎるではない。だが、それもここまで。ウヌはもう消えよう。ガネ、ラクサス。怒ってもいいんだよな。当たり前だ。雷、ラクサス。ごちそうさま。俺の全魔力だ。運の魔力、夏に炎と雷の融合、雷炎竜100倍返しだ。雷を食べちゃったの。やった。大した若造どもだ。やられたのは何十年ぶりかの。ウナには特別に見せて死んぜよ。波動の深淵。波動の深淵。なんという魔力だ。この深さを埋めるものこそ大魔法世界。ゼレフのいる世界。ゼレフ書第4章12節より、裏魔法エメシス。第一体が、なんて絶望的な魔力の塊。夏。だったら次はどうする。強くなれ、立ち向かうんだ。いれば恐怖はない。そうだね、夏。踊れ、スクレの悪魔。裏魔法が効かぬのか。
ありえん。私の魔法は土くれの悪魔たちが消えていく。そんな天狼女が元通りになっている。魔力が元に戻っていく。行け、フェアリーテイラー。無用にまね、天竜の突撃グレン爆雷神。これが俺たちのギルドだ。天狼女が元に戻って島の加護が門中の身でありながら天狼島に足を踏み入れるとは。うるせえジジイだな。マスター落ち着いて。そんなボロボロで俺に勝てるとでも思ってんの。ああ、余裕だね。今の俺はライジオマカロフ。あと少しだ。一なる魔法にたどり着くまで。フェアリーテイルは自由と共に生きてゆく。全部あなたから学んだことじゃ。